大江水軒の岡崎でございます。当社の始まりは全てここから始まるんですけれども、その一番最初はやっぱりオリジナルのエンジンを作りたいというのが原点で、それでそれを動かしていった時に初めて何が問題になったかというと、駆動系が全部問題を起こしたわけです。一番にクラッチがアンダーキャパでダメだし、ただギア、そのクラッチの強化をやったら今度はギアの強度が足りない、まあ、そういう形でエンジンを、ま、そのどういうの開発をして走らそうと思った時はそれを全部手を入れていかなければ車が走らなかったわけですよ。まあ、その一応 それだけのパワーに耐えられるものが作れるノウハウが手に入ったわけです。でそうこうしているうちに今度は日本の国内でドラッグレースが非常に盛んになって、所詮クラッチの持つものがなかった、そのオーダーが全部当社に来まして、その何年間かとしてはただクラッチ屋のようにクラッチばっかり作ってた時期がありまして、それは一応その2000年ぐらいに終わったんです。ブームが終わっちゃって、そのどういうのかな、またそのサーキットの走行だとかジムカーナーだとかも非常にこう、まあその後出てきたのがドリフト、そういうようにこう分かれていきまして、それの対応として次にやっぱりそのデフレンシャルの開発をしないと車のタイムも出ませんし、それから走行安定も悪いので、まあこれはだから今のところは主力というかエンジンを離れて駆動系のメーカーになってしまったんですけども、流れとしましてはエンジンから始まって、まあ必然的にそうなっちゃったと、まあこれがその簡単な我が社のそのヒストリーですね。
just help make us some